We'll be right back.
写を見ていただいておりましたね、はい、まあ、この中でも一番やっぱり後ろにあるのがタイプ R ということで、実はシビックっていうのはレースとの関わりが結構ね古くからありましたね。中島さん、僕は実は、はい、実は、はい、実はシビックグループ A、 グループ A ですね。優先しますね。数年前、はい、あの並みいる強豪 GT だとかね、そう BMW とかね、大会企業を相手に通過でシビックで総合優勝者を取ったんですよ。中島さんの参加でございました。すいません、拍手いただけたのかな。もう忘れておくらいの話なんですけど、まあ、それもやっぱりちょっと理由があって、はい、途中から雨降ってきて、ね、雨の中島さん苦しんでるとこを、シュレ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 ってこう、勝っちゃった。なんかね、足田さんも言わして、そう、まあ、はい、シュレシュレやったりとか、うん、ポイントですね。で、よかったところのステージにして、場所どうしようってみんなに言ってたんですけど、いやー、シビックでしょ。ホンダでシビックが一つ消えちゃったんだよね。あ、確かにね、しばらくね。しばらくだから、やっぱりシビックって言ったらホンダじゃないですか。やっぱそうですよ。今回はですね、それが一瞬消えてたんで、出てきましたね。しかもなんかモータースポーツ社もすごく強いね、タイプ R ということで、あれ、大輔さんは、はい、このタイプ R はなんか持ったりとかしました？まだ持ってないんですけど、はい、そう、私たちの話聞きました。ちょこっと、ちょこっと、はい、あと僕、来月から、あれ、乗るんです。はい、普通に街で、え、もう、注文しました。注文したんですか？注文というか、乗りますって、もう、話を。色だ。
シビックもありますし、今実際チームで走らせているのは NSX-GT だったりしますけど、結構どれも来た車の中でなんか印象的な車とかってありますけど、初代の NSX は俺が開発したというのは、まあ、あれはやっぱり初代 NSX ですね。そう、あれはすごく今の状況があります。そうですね、自分の上限でそういうの関わったり、ああ、開発でそうそうしたりとか、はい、そういうことやる。今のは新しいことで、分かんないですけど、お互い久々に S600 以来のフォースターを出すので、そうですね、あれはそれなりだと思いますね。まあ、そういう意味では S600 出ましたけど、今、目の前に S600 があるんで、S600 ね、はい、今これは今、ホンダの中で最も小さなスポーツカーということで。これは大好きで、僕の時にはそこまで不安定ですよ。そうか、はい。